らドキドキしちゃう。いいこと分かってる。これが最後のチャンスよ。絶対掴むの。王宮より太閤閣下がお越しである。こんなところにまでようこそ。勤めてんな。二人の娘がおります。ドリゼラ、そしてアナスタシア。よろしく。ぜひ協力を頼みたい。国王よりの布告を太閤が述べられる。忠実なる人民に告げる。国王は一人の女性を探しており、手がかりはガラスの靴である。本日発したこの布告に。まあ、それは私の靴です。まあ、どうしましょう。私の靴です。違う違う、シンデレラの靴よ。シンデレラの。あなたの。冗談じゃないわ。あんたこそ何よ、おっきな足のくせに。レディーらしく失礼をいたしました。閣下、お続けください。ああ、そうしよう。いや、どこだったか。ずいぶんとお疲れのご様子ですわ。お茶を召し上がりますか。お茶。 ありがたいが、そうもしていられない。結構。それより早速靴を試してもらいたい。わかりました、アナスタシアから。ほらね、やっぱり私の靴だわ。サイズがぴったりですもの。ずっと変わってないのよ。見ただけでわかったわ。あら、変ね。今日は足がむくんでるみたいだわ。きっと昨夜踊りすぎたせいね。こんなはずはないのよ。昨日はぴったり合ってたんだから。ギュッと押し込んでよ。ママどうしよう。し、静かに押し。せっかく眠っておいでなのよ。はいわ、落ち着いて。アナスタシア、あんたって靴の履かせ方も知らないのね。いいわよ、自分で履くわ。どいててよ。絶対に合わせてみせる。ぴったり。ぴったり。驚きました。申し訳ございません。無理をしましたようで。大変な無理ですな。他には。もううんざりだが。あ、いやいや失礼。他にはおりません。なるほど、ではこれで失礼を。太后様、太后様、少しお待ちを。試させてください。どうぞ構わずに。ほほ、相手にしないでください。あんな子なんて無駄ですわ。ずうずうしい子です。意地悪よ。合うわけないわ。身分もわきまえずに本当に失礼。マダム、すべての娘にという命令です。さあこちらへ。ひどい。悔やみきれない。注意したのに。陛下は何と言うだろう。命を差し出せと。そうがっかりなさらないで。いや、取り返しのつかないことをした。もう終わる。でも私もう片方持ってます。